続いては門前マップです。今回も岡山市の吉備津神社周辺をぶらりしています。それでははてさてどうなる？なのでまず何を作るかですね。リング作りたいです。いきなり行きました。本番やります。できた NMB48 できました。今から表面に絵をつけたいんですけど、絵を、うどん描きたいんですよ。 うどん、そう、うどん描きたいんですけど、私の描きたいうどんがあって、ええ、国民的アイドル AKB48 の姉妹ユニット、大阪難波を拠点とする NMB48。 今注目のアイドルと倉敷市高蔵寺の天野幸雄住職の異色の二人旅。旅の目的はオリジナルの門前町のマップを作ること。寺社周辺の門前町をぶらり歩きし、町の情報を詰め込んでいきます。今回訪れたのは吉備津神社。本殿と拝殿は国宝に指定されており、釜の鳴る音で吉凶を占う鳴釜神事が有名な神社です。はてさてどうなる？門前マップ。これを描きたいんですけど、このちっちゃいサイズでこれって描けないですかね。先生、デザインを理解しようとしちゃダメです。あ、なるほど。もう近い感じで、近しい感じに、近しい感じで、ちょっと姫はご満足なんで、これが第一線。線線線これあ、でも入らない。あ、めっちゃうどん。ええ？いや、めっちゃうどん。作家としての顔になってまして、全く先生納得いってないんですけど、姫のオッケー出てしまったから。うどんを作っていきたいと思います。あ、でも打ててた、打ててた。おー、ちょっと嫌な、みんな息を一緒飲んだんですけど。あ、大丈夫です。完成しました。やったー。満足度はどうですか。満足度100点。これを先生が仕上げてくださるらしいですけど。おお、じゃあ先生これ、はい、お願いします。はい、じゃあ丸めてきますね。はい、はい、いやでもやっぱり、うん、はい、ちょっとね、先生もすごい方だと思うんですけど、うんうん、やっぱあのね、魔法が足りたらもっとすごい指輪ができると思うんですよね。魔法はね、足りてると思う。じゃあ、いきます。せーの、うどん、つるつる、ピコーン。少々お待ちください。わー、先生がうどんになっちゃった。わー、うどんになっちゃった。ピラピラってしてください。わー、うどんになっちゃった。ピラピラ。わー、すごい。めっちゃ美味しそう。素晴らしいです。超美味しそう。門前マップ。はい、これで完成ですね。わー、すごい。できてる。姫は魔法が効いたんですか。いや、もうこれ魔法完全に効きましたね。ちょっと待って、ちょっと待って、先生。すごい。先生の腕先にしません。いや、先生の技術も本当に、うん、素晴らしい。めっちゃすごいです。でもやっぱりこれはうどんパワーが。やったー。うどんですもん。めっちゃ可愛い。どうでしたか、この生徒としては。あ、でも文字とかすごい上手ですね。嬉しい。やった。やった。これがはめられるんですか。はい、使います。ぜひなんかまた次誰か結婚指輪をもしここで作るなら、ぜひ釜玉うどんくんをこう掘っていただいて。幸せになれるんですか。絶対幸せになりますよ。だってうどんですからね。だってうどんですからね。はい、今このキーワードを探してるんですけど、うん、キーワードが犬、鳥っていうキーワードなんですけど、うん、ちょっとよくわからないんですけど、何かヒントとかありますか。犬といえば吉備津神社の狛犬ですかね。あー、狛犬って聞いたことあります。てか、狛犬のところから来たじゃない。
ですよね、うん、もうこの時点でダメじゃない。どういうこと、どういうことね、キーワード。いやでもなんか狛犬って言ってたから狛犬のとこ行きますか。また戻りますか。はい、あそこへ。神社に戻ってきました。またね、国宝前からですよ、はい、分かんなかったからとりあえず戻ってきたんですけど初めてですよ、門前1日かけてぐるーっと回って、またここへも分からんから戻ってきて、うん、そう、はい、すいません、お忙しいところ。キーワードを探してまして、はいはいはい、うん、犬、鳥っていうキーワードを探してるんですけど、はい、今日1日この門前回ってきて見つからなくて、はい、ここの神職さんなら、はい、もしかしたら知ってるかなと思って聞いたんですけど、はい、分かったりしますか。このキーワードが何を意味するかですか。はい、まあ、この犬犬鳥っていうのでしたら、まあ、その当社の、はい、まあ、その狛犬のことかなと思うんですけども。当社、ここのお社の、はい、ここな、え狛犬さん、狛犬さん、狛犬さん、お鳥ですね、はい、え、あ、ここの中にいらっしゃる、まあ、いらっしゃると言いますか、そういうその郷土玩具がありまして。郷土玩具言うたら、このちっちゃな、そうですね、おもちゃというか、おもちゃが縁起物のような、そうですね、はい、昔から伝わってるのがありまして、はい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 、じゃあもうここの赤ってことですか。ここ、あ、それは見ることができる。あ、大丈夫ですよ、ご覧いただけますよ。じゃあやった、あ、それが犬犬鳥だと思います。やったー、なんやったんや今日一日しゃあ、じゃあちょっと見せてもらいます、ではあちらの方にありますので、ありがとうございます、はい。あれは大きいものなんですけど、本当はもっとちっちゃいものなんですけども、あ、まあ、こういうのがその、あ、はいはい、あの吉備の狛犬という郷土玩具でして、まあ、こういうふうに、立つ犬、座る犬、鳥という3つの、まあ、動物が組み合わせになった、はい、まあ、おもちゃですね、はい、これは意味が、まあ、意味としましてはですね、はい、まあ、この犬2匹っていうのは、うん、まあ、その神社を守る狛犬を表していると言われてまして、はい、またこの鳥っていうのはですね、うん、この神社の神様がですね、吉備彦の御事という名前の神様にして、はい、まあ、桃太郎のモデルになった方と言われているんです。その桃太郎の家来にはですね、まあ、その犬猿キジがおりますけど、うん、その記事、まあ、鳥を表していると言われております。へ、はい、これはどういう縁起があるんですか。今ではですね、その土でひねったものを、まあ、俸禄で乾燥させた土人形なんですけど、はいはい、まあ、元はですね、その麦の粉で練ったものを、うん、まあ、その子供に食べさせて、まあ、子供の発育のための、うん、まあ、おまじないの道具、無病息災ですよね、とか、まあ、虫封じといった意味合いがあったんです。うん、あ、虫封じね、はい、あ、そうかそうか、犬なんてあのよく語呂合わせでね、悪いものがあっちへ行くことを犬るとかね、安産ですね、子供さんがパパッと出るとかって言って、昔から神社やお寺ではあのよく使われるものですけども、郷土玩具としてじゃあ今も残ってるんですね。そうですね、はい、あ、そうですか、すです、ね、じゃ今も大変人気があるものですか。まあ、そうですね、その皆さん受けて帰られる方もいらっしゃいます。はい、本当に今日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。今日はよくお参りいただきありがとうございました。はい、まさかのまさかの犬犬鳥はここにあるっていうね、はい、本当にびっくりしましたね。前夜市門中ですね、朝何遍もその横通ってた。そうです、何回も通りましたよ。通ってたですよ、はい、気づかない我々に問題があるのか、まあ、それもありますし、スタッフさんの意地悪っていうのもあると思いますね、これは。まあでも一応ね、よう言うてくれた、今よう言うてくれた、スタートした今、ここです、もうここ、はい、初めてですよ、スタート時点にもっぺん押すって。いよー、はい、今回の言葉ですね、伝説と今をつなげるお社は君のみんなの拠り所、ね、吉備地方というこの地域にですね、やっぱしなくてはならない大きな大きなお社でございまして、岡山のシンボル的な神社を今日はずらりさせてもらって、はい、どうでしたか、全体振り返り、久しぶりじゃないですか。でも門前マップやっぱ久しぶりだったんですけど、うんうん、結構やっぱいつも通りゆったり楽しくみんなでなんかワイワイした。ワイワイはしました。今回もだって花栗も行ったし、はい、
穴掘り塚にアイドルいかんよ普通とリング作ったり、あとうどんもめっちゃ美味しかったです。 あのうどんね、またじゃあ来ていただけますかね。はい、行きたいです。じゃあ今度願いが叶ったらここお礼参りですね。あ、一緒に行きましょう。何のお願いでしたっけ。うどんの CM ゲットします。ゆりやは11号です。ゆりや11号です。さよならバイバイ。はい、ということで、リングのあのうどんが不思議なデザインでしたけどね。あのうどんのパワーと私たちにも分けていただきたいですね。力尽きそうですけどね。力尽きそう。面白かったですね、レナピオンさん。では坂田製作室についておさらいしましょう。はい、3500円でリングやペンダントトップにスタンプでオリジナルの模様を入れることができるそうですね。はい、そして吉備の狛犬についてですが、江戸時代頃からあったとされる郷土玩具なんですね。で、1セット箱入り1000円で授与しているそうです。で、はい、実際に売られているものなんですけども、はいはい、結構小さいんですよ。今あんちゃんに持ってもらってますけどね。そうなんです、はい、すごい小さくて、これならでもお土産に ね、いただいても嬉しいですよね。ミーヒーをなってきたここです、ここにマンコ、はい、見えない。本当に小さなもんですよ ね、可愛らしい。はい、はいはい、では完成した門前マップを振り返ってみましょう。はい、こちらですね、吉備神社の門前マップが完成しましたね。ね、来ましたね。はい、はい、またね、吉備神社に戻ったということで終わりましたね、今回は。はい、さあ次回からまたね、新しい門前町をぶらりするんですよね。はい、うん、今度は一体どこに行っているんでしょうか。はい、以上、門前マップでした。